皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。ひなです。今日はひたすら何かを食べている様子を詰め込んだ食べログ動画をお届けします。まずは最初に行った鎌倉から、最初に食べたのは芋餅です。実は以前にも一回鎌倉の動画を撮ったことあるんですけど、あんまり満足のいく出来じゃなかったので、今回ちょっとリベンジできたらいいなと思っています。 YouTube 動画の更新に関してはクオリティを重視しすぎたりとか、ちょっとこだわりすぎると全然投稿ができないので、こんな感じの緩めの Vlog も挟みながら定期的に投稿していこうと思います。お参りを済ませた後は鎌倉チュロスで紫芋チュロスを注文して食べました。出来たてです。今回の動画はこんな感じで、私がひたすら食べ物を食べてる映像を詰め合わせた総集編みたいな感じになってるので、内容がないので間でこうラジオっぽくちょっと独り言を挟んで、なんとかナレーションでつないでいこうと思っています。これマイク新調してみたんですけど、どうですか？このマイク自体を購入したのは正直もう何ヶ月も前なんですけど、使い方がいまいちわからなくて、このオーディオインターフェースとかそういう機材の使い方もわからなくて、いつか時間があるときにやろうやろうって思ってずっとやっていなかった、こう使い方をマスターして今使っています。このめんどくさがって全然使い方を調べなかったマイクの接続方法をついに、解読した理由は、最近ナレーションなレポーターのお仕事をやっていて、そのお仕事の中で自宅でナレーション収録をする機会があったので、それを機にやっと自宅のマイクを使えるようになりました。前回までは多分結構雑音とかが入ってて聞きにくかったと思うんですけど、今回のビデオからはこんな感じでちょっと音質のいいナレーションが入るので、今までよりは多少クオリティの高い動画になったんじゃないかなと個人的には思っています。カメラに関しても、実はソニーの Vlog カメラを半年経たないぐらい前にようやくゲットして、使えるようにはなっているんですけど、なんだかんだでそのカメラで使った動画は全然まだ編集をしていなくて、今日の動画は全てスマホで撮影したものです。チュロスを食べた後は生しらす丼を食べました。何店舗かちょっとメニューを見てみたんですけど、だいたい相場は同じぐらいで、私が頼んだのも1980円ぐらい、まあ、ほぼほぼ2000円前後ぐらいのものが多かったです。ごちそうさまでした。以上、鎌倉食べログでした。はい、これ続いて私が姪っ子に頭を撫でられているシーンから始まります。これはですね、私が仕事で関西に出張に行った際にお姉ちゃんと姪っ子と一緒にご飯を食べた時の映像です。やっぱり関西はご飯が美味しいのと、あと関東に比べてやっぱり値段が安いなと思いました。続いてこのお店は徳島ですね。地元の徳島に帰った時にお母さんと一緒に行ったお店の動画です。カフェ動画はもうちょっとたくさんのお店を回った後で、徳島のおすすめカフェとしてまた動画を作りたいなと思っているので期待してください。ここは月見ヶ丘公園っていう、これもまた徳島にある公園です。ここは公園自体もすごく大きいんですけど、その横に海があって、海岸沿いでちょっと一服するかっていうことで移動してます。この時実家に帰省してた理由は、ちょっとメンタルがブレイクしかけて、そのせいで謎の体調不良になってしまって、すごいこのままではまずいかもしれないと思って一回癒されに帰りました。で、帰った途端にインフルエンザにかかってしまって、
もう本当に1日2日いてすぐに帰るつもりだったんですけど、結果的に1週間ぐらい帰省をしていました。続いてやってきたのはセカンドハウスというカフェです。でここのカフェは初めて来たんですけど、すごくおしゃれで可愛かったです。チーズケーキを食べました。続きまして、これはタイ料理を食べた時の動画なんですけど、確か浅草の動画を出した日の帰りに行った夜ご飯なので半年前ぐらいな気がします。ここのお店はこの時初めて行ったんですけど、すごいボリュームがあるのにかなり安くてコスパのいい美味しいお店でした。でこういう料理店のなんかこうタイ料理、なんかアジア料理、フランス料理、イタリア料理みたいな感じでジャンル分けしておすすめのお店とかを紹介するような動画を撮ってみたいなと思っているんですけど、外食しまくれるほどの財力がないので、なんか一番おすすめのお店みたいな感じではこう堂々と言えないところがあって、ちょっとどんな感じで動画を作っていくかは今検討中です。逆に食べ物以外でもこういう動画を撮ってほしいっていうのがあればリクエストいただければ、なるべく近いものを作っていこうかなと思います。本当はもっと海外旅行の動画とか国内旅行の動画とかを撮ってみたいんですけど、ちょっと今は厳しいので、日常生活でできる範囲でいろんなレパートリーの動画を撮っていけたらいいなと思っています。ちょっと尺が余ったので余談なんですけど、私が好きな食べログの YouTuber の人を紹介します。リンダさんっていう海外の中国系アメリカ人の方の動画なんですけど、ひたすら食べて運動して食べて運動してっていう様子が Vlog として綴られている動画で、それが見ててすごく心地いいので、ぜひ皆さんも見てみてください。これはまたまた姉と姪っ子と一緒にカフェに行った時の動画なんですけど、中目黒にあるスターバックスリザーブロースタリー東京の動画です。姪っ子が会うたびにすくすくと育っていて、赤ちゃんからどんどん人間になってきているのを感じます。というわけで、今回は私がただひたすら食べている様子をギュッと詰め込んだ総集編動画でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。最後にお知らせです。韓国語のオンライン講座を開設しました。3ヶ月で韓国語の基礎がすべてマスターできるようになっています。20日間は全額返金保証もしているので、少しでも気になった方は概要欄からチェックしてみてください。では今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。